今日なんですが、Bクイーンを救っていこうと思います。まあ、Bクイーンの初登場はね、ダイヤモンドパールの、いわゆる第4世代なんだけど、まあ、こいつ特徴的な技にね、指令技、相手を攻撃する攻撃指令、自分自身の防御と特防を上げる、防御指令で、自分自身の HP を回復する回復指令っていうね、この3つの指令技がね、特徴的なポケモンなんですが、ポケモン剣盾で攻撃指令と防御指令は覚えるのに、なぜか回復指令だけ没収されて覚えなくなって、超絶弱体化を食らった。もともと大して強くもなかったのに、なぜか弱体化を食らってクソザコポケモンになり下がってしまった。ちょ、言い過ぎたけど、本当にそれぐらいになっちゃったんですよ。回復技はなくなっちゃったせいでね。まあ、この B クイーンを救っていこうと思います。軽く型の紹介をしようと思うんですが、技は、まあ、基本的に大魔前提ですね。エアスラッシュを大ジェットの媒体にして、大ジェットで素早さを上げつつ、大魔ターンが切れたら、その上から無理やり道連れを打って相手のポケモンを処理するっていう、まあ、天才戦術思いついてしもうたって、この戦術使えるやつ、B クイーンしかおらんやろ、ドヤーって思ってたんだけど、ポケ鉄で調べたら、B クイーン以外にも、フアライドとか、ハリーセンとかが、まあ、同じ戦術できるらしくて、萎えましたね。はい、ということで使用していくパーティーはこちら。主な戦い方といたしましては、2パターンあって、まあ、B クイーンで初手ダイマして暴れて、まあ、裏ミミッキュルカリオで詰めてくルートと、B クイーンが毒毒覚えてるんで、毒毒撒き散らして、まあ、カバルドンポリゴン2みたいな耐久ポケモンで浮き切って、相手のポケモンを削り取って、勝つの2パターンなんですが、まあ、これ初手 B クイーンでいいや。なんかウーラオスから来そうじゃない？理由ないけど、根拠ないけど、なんかウーラオスから来そうなんで、勘ですね。長年のポケモン対戦、ここまで培ってきた僕の勘が初手ウーラオスって言ってるんで、まあ、ウーラオスに対しては B クイーン結構強く出れるんで、まあ、B クイーンから入って、まあ、裏は B クイーンで暴れた後に爪筋となれるミミッキュルカリオで、まあ、パーティーにインテルオンが入ってる理由に関しましては、まあ、ちょっとエースバンが重いんですよね、言ったら。ただ、まあ、インテリオンを置いといて、まあ、カバルドンも入っといて、カバインテリオンって並びに、まあ、エースバン出してこないやろみたいな。まあ、見張り役っすね、警察。まあ、インテリオンは警察です。エースバン警察。こっち来んなよっつって。こっち来んなよって防衛線張ってくれてるんで、まあ、多分相手はエースバンを選出しておりません。で、ゲンガー VS B クイーンは、まあ、B クイーンってその、まあ、火力はね、あんまないんだけど、耐久は、波以上ってか、まあ、ちょいある方。めっちゃ高いってわけじゃないけど、普通に高いぐらいの、まあ、耐久値があって、まあ、ゲンガーは B クイーンをね、まあ、削り取れる技多分持ってないんで、ダイジェットで押す。トリック？これ何これ？メガネかスカーフだけど。どっちだろう？あ、スカーフか。いや、まあまあまあ、弱を奪われてもうたけど、弱を奪われてしもうたけど、弱っ。ちょっとね、ゲンガーレベルの耐久をダイジェットで、吹き飛ばせないのまずくないっすか。まあ、ダイジェット1回積んでもゲンガー抜けてないっていうね。 B クイーン素早さ出力値40しかないんで、こいつダイジェット1回打っても最速突撃が抜けるかどうかレベルだから、まあ、ダイジェット2回打てばエースバーンとかまで、まあ、抜けるようになりますね、さすがに。まあ、とりあえず、まあ、まだダイマターン残ってるし、あー突撃かこれダイジェットで起点にしに来たやろ。おしゃぷしていい？これ。おしゃぷ。まあ、相手のダイジェット読みでダイワームって相手の投撃室の、え、ダイマしてない？え、なにこれ？悪巧みした？え、これもしかして悪巧みした？え、悪巧みしました？もしかして。え、ダイジェット、え、てか、B クイーンってさ、あれ、パワージェム覚えるから、え、やばい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 、え、こいつ、ダイロック使えるんですけど、あれもしかして舐められてます？あれあれもしかして僕舐められてます？うわー、これどうしよう。なんか、どうしようこれ。ちょ、やばい。こだわりスカーフ押し付けられてるからやばい。ちょ、道連れ、決まったら気持ちいいから。決まったら気持ちいい。エアスラ打ってこい。エアスラ、気持ちよく鳴らせて。気持ちよく鳴らせてよ。ワイのこと。こだわり、こだわり道連れマジっすか？ああ、殺された、全部。ぐっちゃぐちゃにされちゃだね。あ、これ、いけるくないか。まあ、ポリゴン2とか、ヌオーとか、ピクシーがね、相手のパーティーだと耐久ポケモンなんだけど、
まあその耐久ポケモンに対して B クイーンで毒刺してって崩しに行けるんで、まあ、割と仕事できそうですね。ただ B クイーンを出すとするんであれば、まあエースバーンがめちゃくちゃ重いんで、まあエースバーンに対してうまく立ち回れるような介護選出を、まあ、しないといけないんだけど、まあ初手 B クイーンから入りますか。なんかエスバーなんかごまかしそうなカバルドンもほぼ核で入るんだけど、まあラス1な B クイーンの毒と相性がいいことを考えるとポリゴン2なんだけど、なんかエースバーンとかめっちゃ熱く見るんだったら、まあ、インテレオンとかの方がいい気がするけど、どっちだ。インテレ、いやもう冒頭でも言ったんだけど、インテレオンは今回ポリスなんでね。ってことで、ラス1ポリゴン2にしようと思います。俺一回蜂に刺されたことあるけん、次刺されたら死ぬっちゃんねつって謎のアピールしてくるやつ。ジバコイル、あ、ジバコイルはこれ出し負けっす。打点がないんだよね。飛行技と虫技しかないから、これ道連れ押そうかな。自分道連れしてジバコイルと一時交換ここ取っていいっすか。いやでもちょ早いな。早いな。今日の主役 B クイーンなのに道連れする機会になるのあれなんで。でここなんでカバルドンじゃなくて、まあ、ポリツーに下げたかっていうと、僕がジバコイル使ってる側だったら絶対カバルドンケアで鋼技打つんで、なんでポリツー投げましたね。はいーはいー、徹底抗戦を受け、ちょっとこれ相手のジバコ確実にメガネなんだけど、待って、これジバコイルとポリゴン2の素早さ関係でジバコの方が早かったらって、ちょ、かわせ、かわさない。あー、いや、えぐられたんだけど、えぐり取られていく。あー、まあ言うて11交換だから特に悪い交換ではないんだけど、カバルドンと B クイーンどっちから入るか。まあ、エースバーン読むんだったらカバルドンから多分入った方がいいんだけど、エースバーン切るんだったら相手の残りポケモンを見るに B クイーンから入った方がお得なんで、攻めの B クイーン。いや、エースバーンはね、いるわけないんでね。インテレオンカバルドンに出してきてるわけないんで。はい。はい。これは、この蜂が焼き殺されてしまうので、突っ張り損なんで、カバルドンに下げます。やばいってこれ。また負けるってマジで。さっきトゲキスにボコボコンされて、次エースバーンにボコボコンされるって、環境この2匹にボコボコンされてしもうてたら環境で生きていけないんだけど。ああ、ダイマしてくる。ダイジェットか。あー、いやー、カバルドンで相手のエースバーンの大魔ターンは枯らせるんだけど、枯らしたとて B クイーンで切り返していけるのかって言われたらちょっと怪しいな。いや、ちょ待って、これ B クイーン、相手のラス1、これ逆に何だったら、何だったら勝てますかね、これ。あ、ただの上振れで2連守ろを決めていく。グレを引いていく。いや、これでもカバルドンの対面でエースバーンのダイマックス枯らしたのでかいっすね。相手のエースバーンが技構成が飛び跳ねる、多分炎技ないんだよね。ダイバーン巨大火球打ってきてないから、でダイアタック持ってたから、まあ、スティミカ破壊光線を持ってて、まあ、ラス1の技が何か分かんないけど炎技なさそうだから、ダイシルとかそこら辺の技かな。でダイマ溶けるってなると、ワンチャン次相手のエースバーンの攻撃をカバルドンが耐えれる可能性あるから、まあ、ここは自信。飛び膝蹴り、あれか、飛び跳ねる飛び膝蹴り、捨て身かな、捨て身。今これ落ちる。これやれます？ B クイーンさん。 B クイーンさんこっから一応まだダイマ残ってるんだけど、こっちサイドに。いや、 B クイーンのことをさ信じれなくなってるんだけど、さっきぐちゃぐちゃにされてしもうたから。エースバーン VS B クイーン、これおしゃぶっていい。相手のエースバーン炎技内読みしてるから、相手のエースバーンが B クイーンに対する最大ダメージ飛び跳ねるだと思うんだよね。で相手はここを、相手はここを飛び跳ねてくるんだったら、ここ一旦大パターンずらしたいんで、ちょ、おしゃぶっていいっすか自分。やっぱおしゃれになりたいんですよ僕も。
おしゃぶりやーす。ちょ、おしゃぶりプレイ成功したわ。飛び跳ねる読みあえてダイマしない。まあ、次はさすがにダイマするけど、ダイマしないと飛び跳ねるで、まあ、潰されてしまうんでね、この蜂が。まあ、ダイマすれば、タマエースバーンのリベロ飛び跳ねるも、まあ、一発は耐えれると思うんで、まあ、そこで弱点王権発動して大ジェットでエースバーン倒せるから、ヌオーとかならいけそうな気がするんだけど、相手のラス位置が。いや、これは耐える。ちょっとね、いや、効くねえ。思ったより入ったんだけど、5分の3ぐらいしか入らないかなと思ってたけど、なんか想像のちょっと 1.3 倍ぐらい狂うてしもうたんですが、大ジェット、まあ、弱砲大ジェットでエースバーン倒して、いや、ヌオー、いや、ポリゴン2とかなんか結局押し切れずに負けそうなんだよな。なんか、ヌオーぐらいしかワンチャンなさそう。あ、こいつはワンチャンあるよ。いや、こいつはワンチャンあるよ。いや、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。いや、全然。いや、ダイジェット一回積んでるし、ダイワームで、イエスさんエスパータイプなんでね。ダイワームで飛ばせるんで。はーい、お疲れ様でーす。素早さ負けてました。お疲れ様でーす。こいつマジでいいところないな。やばいって、このままじゃ動画やばいって。これあははは、助けてくれー。マジでもうきついて。B クイーンの対戦動画撮り始めて多分30戦ぐらいね、対戦やってるんだよね。まあ、時間で言うと6時間ぐらいかな、やってるんだけど、取れ高が全然なくて、まあ、負けた試合も、勝った試合も、取れ高がマジでなくて、気づいたら6時間経ってもうてた。俺が B クイーンを救うんじゃなくて、このままだと俺が B クイーンに殺されてしまうわ。とりあえず、でも相手のパーティーなんか悪タイプ2体いるんで、サザンドラ、立ちふさぐまって。珍しく虫技、弱点ポケモンが2体もいるんで、B クイーン出さないわけにはいかないんで、初手 B クイーンで、まあ、ヌオーとかが来るとめんどくさいんで、毒入れてからポリ2ではめれるように、裏ポリ2で、エースバーンがめんどくさいんで、まあ、物理前提でタスキカウンターでしょれるように、ルカリオ。まあ、この3体でいきますすー多重1。僕先日、コイル、レアコイル、ジバコイルの、コイル系統3匹だけで、ランクマに潜るっていう動画撮ってたんだけど、まあ、その時の収録時間の、まあ、1.5 倍の収録時間がこの B クイーン1匹にかかってる。こいつコイルより使いにくいよ。間違いなく言えることは、コイルより B クイーンの方が、まあ、こういう言い方するとあれなんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、使いにくい。だいぶデリケートに言ってるけど、直接的に言うと弱い。待って、サザンドラ VS B クイーンはさ、まあ、サザンドラが炎技あるとはいえ、さすがに虫タイプの B クイーンが、なんかダイバーしてきたんだけど。いや、待て、いや、これダイバーンだったら許す。いや、ダイバーンだったら、まあ、B クイーン耐えるからいいけど、え、ダイロック飛んできたらもうここで切るよ。ダイロック飛んできたらもうここで動画切ってもエンディングです。はい、 B クイーン殺されたら、ちょ、やめて。いや、マジ、ちょ、いや、今日マジ流れ悪いから、なんかめちゃくちゃ嫌な予感してるんだけど。ダイロックサザンドラとかおるん？ダイロックサザンドラはさすがにリザードンにね、友達殺されてて、おじいちゃんおばあちゃんもやられてて、お父さんお母さんも妹も全部やられてる。自分以外の人間全部、地球上の人間全部やられてる、リザードンに。こう、ダイロックサザンドラは疲れすぎてさ、30戦6時間ぐらいぶっ続きで対戦やってるから、しかも B クイーンでね、喋れなくなっちゃってる。口、あ、大ジェットか。オッケーオッケーオッケー。大ジェット、いや、オッケーではないけど、大ジェット。これサザンドラの大ジェットってあれだよね、物理型っていうか、まあ、空を飛ぶとかに大ジェット乗っけてるってことだよな。弱を発動して、まあ、こっちも大ジェットで返していくけど、どんくらい入る、これ。よえー半分入んないの、マジー。これもう一回大ジェット打ちます。だから多分ね、次大ジェット打ってこないと思うんだよな。初手の大ジェットのダメージ的に大ジェットで押し切れないことは相手も分かったと思うんで、技多分切り替えてくると思うから、そしたら、あ、ドラグンオッケーオッケー。そしたらこっちが大ジェット2回、相手が1回で、まあ、この大ジェットで相手のサザンドラ倒せなかったとしても、まあ、素早さ関係逆転させて B クイーンで詰めていけるかなみたいな。これムーブとしては悪くないよ。大場の打ち合い勝てて、あ、落とした、でかいでかいでかい、でけえ
大魔の打ち合い勝てて、裏のポケモンに対して道連れを押せる可能性があるんで、ダイジェット道連れのおしゃれムーブマジ決めたい。決めて、決めて綺麗に終わろう。決めてね。あー、またドガスか。いや、またドガスだったら多分道連れわざわざする必要ないし、ダイジェットで多分押せるから。いや、これ相手さ、Bクイーンに出せないって何？ダイジェット積んだ Bクイーンに出せないポケモンだから、まあ、個人的には立ち塞ぐ魔説が一番濃厚なんだけど。ダイジェット、これ落とせるかな？耐えられそうだ、なんか。耐えられたけど、またドガスが、まあ、Bクイーンを一撃で落とせる技ないと思ってるんだけど、この HP のBクイーンを。10万は多分耐えるよ。危ねえ！Bクイーンぼちぼち耐久あるからね。こいつサザンドラのダイジェットとか、またドガスの10万ボルトいい感じに受け切れてるから、あ、いい感じに活躍してるね。あ、いいよ、いいよ、いいよ。いい感じ。強いよ、今のところ。ここまで動画を見た賢い皆さんならお気づきかと思いますが、まあ、この立ち回りをやるんだったら、同じことができる突撃室の方が、まあ、500億倍強いっすね。いや、待って、無理だったわ。じゃあ、俺、いけると思ったんだよ、Bクイーンさ。ここは毒入れて、もう、実質3立てレベルの活躍を見せてくれてはいるんだけど。じゃあ、Bクイーンいけると思ったんだよ、最初は。いや、無理だった。いや、僕はね、結構、どんなポケモンでも、ある程度活躍させてあげれる自信があるんですけど、バチンキーとかね。Bクイーン。いや、Bクイーン、マジ苦しかったな。ドアがいても、これが限界だったわ。許してほしい。やっとこの解放される解放されるんだ。 Bクイーンさ、動画撮り始めた手前、最後まで絶対諦めないようにして戦おうとした結果、やっとそれなりの活躍を見せてくれて、まあまあまあって感じの対戦が取れたっていう。だから、まあ、これはヌオーに毒入れれたから、まあ、ポリツであと身代わり打って再生打って、ヌオーが毒で落ちるのを待つだけなんで、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。8には気をつけてください。バイバイ！